私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。六時40分だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知ったかぶりかいつぶり夏休みアニメ劇場。ご存知でしたか？知ったかぶりかいつぶりには数々のレアなアニメ物語があることを。8月14、15の2日間にわたって放送します。それでは早速始まり。ちっとも生きてないじゃない。えい、
お昼過ぎ晴れ。私の本どこよ。さ、さすが私の本やるじゃない。ふんころ。ふんとプリンが戻ってよかったね。でもふんべいくんはまだ自分のふんを探しているようです。見つかるといいね。僕の本どこ行ったのかな。おーい、次行ってみよう。プチアニメキャズマおっさん。わーかっこいいね。そうだね、運転したい。でも子供は無理だプリン。よし、安野さんにお願いする。安野さん。え、ヒーローカーに乗りたいんかいな。うん、しゃあないな、頼んでみるわ。もしもし、小原じ。早速出発しようか。ちょっと待った、わしが運転したい。安野おっさんも憧れてたんだね。シートベルトを締めて、よっしゃ、完璧や。よいしょ、あれあれ、うーん、おりゃ、おや、あら、届かへん。おりゃ、あ、よいしょ、うーん、あたたたたたたた、足取ってしまった。結局コアラ G にドライブに連れて行ってもらいました。まだまだあるよ。噂の恋つぶり。かわいいだけが女子力ちゃうで。え、おまもんの女子は強くてかわいくないとあかんねん。強くかわいく、私間違ってたわ。見かけだけのかわいさなんて薄っぺらい女子力だわ。私強くなって真の女子を目指すわ。ほんまにやれるんか？私、女子力の星になるわ。よし、その意気や。まずは足腰からね。はい、コーチ。
みの女子力やで。はい、コーチ。女子力アップ。うん、まだまだ。女子力アップ。もう一声。さすがやな、こいつぶり。今までわしの修行によう耐えてきたな。もうわしから伝えることはない。安のおっさん、女子力を最大限に引き出したこいつぶりは今日から二代目四月マンや。私が二代目四月マン。説明しよう。水亀子ちゃんの水亀からビッシーが覗くとき、滋賀のどこかで事件が起こっているのだ。事件よ、二代目シガッツマン。任せて。行ってみよう。視力はどうしたの？今日のエンディングはこちら。香りの里この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。